はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。ミッシングエクステイバーインボーカーです。さあ、本日はですね、こちらの、使用作業モンスターが禁止解除されたということで、使っていこうかなというふうに思っております。このモンスター、まあ、なんで禁止になっていたかっていう話なんですけども、多分ね、12獅子展開とかからなんかロンゴミアントしたり、なんかまあ、要するにレベル3モンスター2体並んだらなんかありえないほどのアドバンテージを稼げるあのモンスターだったからっていうことだと思うんですけども、このモンスターどういう効果を持ってるかっていうと、一旦に一度、スライトルと行ってデッキから戦士族か獣戦士の地属性レベル4モンスターを特殊召喚できるよという効果があるんですね。で、今回特殊召喚していくのは結構真面目にあの12獅子モンスターになっているんですけども、まあ、他にもね、例えば6部衆のモンスター特殊召喚したりとか、まあ、いろんなムーブができるわけですね、このモンスターによって。で、効果は無効になりませんので、出てきたモンスターが、まあ、普通に効果使えるというところで、まあ、結構強い。6部衆とか特にあのなんか、なんかキザルだっけ、あれ特殊召喚してなんかあのサーチとか入ったりするんで、まあ、結構強かったりするんですけども、まあ、それでロンゴミアントをね縦に行くみたいな動きがあったと思うんですけども、まあ、ロンゴミアントさん禁止になったことによってね、まあ別にこういうぐらいで許してもいいかという話なんでしょうか。今回はこれを使った、まあ、スキアクロドッキですね、12獅子スキアクロドッキ、これを使っていきたいというふうに思ってまして、これね、元々のデッキレシピなんですけども、レッドリーグっていう僕スポンサーさんが協賛していただいている大会をまあ、2ヶ月に1回くらい開いておりまして、で、そちらのベスト4になられたデッキをちょっと参考にさせていただいておりますと。ね、あれです、SR 禁止っていうリミットレギュレーションに、なってまして、その前回の。で、今回見ていただいたら分かる通り、SR が全く入っておりません。SR 禁止っていうレギュレーションでやってみたら、まあ、どういう、まあ、環境になるのかなっていうのをちょっとやってみたくて。まあ、このスキャクローとかはね、SR 使わなくても結構、デッキとして完成しきってるんで、まあ、割とね、これランクまでも戦いんじゃねえかという話がありまして、今回は、ランクマのお友達にぶつけてきました。そこそこですね。まあ、ちょっと、さすがに環境域のパワー高すぎてっていうのはあるんですけど、はい。で、どういう、ギミックかっていうと、こいつ使ってね、エクセバーインボーカーが、レベル 3×2 で、作れるんですね。だから、まあ、普通にそのスキアクローモンスター2体並べれば出ると。で、2体で出して、この12獅子のラムとか、まあ、12獅子なんて言うんだけど、12獅子のモンスター出していきます。で、そいつの上に重ねて、ドランシア出して、で、ドランシアの効果から、ライカとかタイグルスを使って、横に、まあ、並べて、モンスター数増やしていくみたいなアドバンテージの稼ぎ方ですね。はい。結構、まあ、面白い動きしてたかなと思うので、対戦動画ご覧いただければと思いますので、やっていきましょう。デュエル、スタンバイ。あー、ハンド強そうっすね、これ。あー、なるほどね。これあれですね。普通にフュージョンデスにぶち込めるのがめちゃくちゃ強そうっすね。これ、アナコンダ出す必要性もはやないという話一応ありますけども。まあでも、だからといって何を出すかって話なんだよな。あんまなんか関係ない。ちょっと、一回なんか適当にどっちもいいの俺、アストラ召喚で、召喚でなんかあるね、ちょ、あー増重はいいよ、はい。まあこれね、ちなみにありえないほど特殊化するんで、まあ、増重はめちゃくちゃ重いです。普通にやばい増重は。なんか通ったらのこう500倍くらいドローされるんで、実質ね、気持ち的に。なんでまあちょっとさすがに増重だけはケアしたいといったところですね。これね、前回のレッドリーグでですね、ベスト4に残っていたデッキでございました。まあ、優勝はちょっと、怪獣グッドサックみたいな感じだったんですけども、これね、ベスト4ぐらい残っていた非常に強力なデッキとなっていまして、この、まあ、なんだろう、動きを初めて見たときは、あ、すげえと思いましたな。なんかその、あ、今回ちょっとインボーカーっていうね、最強モンスターが帰ってきてそれ使うんですけども、インボーカーくんがいることによってできるムーブではあるんですよね。で、レベル3みたいでなんかゴシップシャドウとかも帰ってきてなんかいろいろ悪いことできそうですけどね、レベル3みたいに並んだらね。で、ライトハートを爆発させて、でビサマンを出していく。で、このビサマもね、意外とレベル6のチューナー で、しかもフィードのモンスター破壊できるっていうのが意外と強いんで、唯一無二の性能してるんでね、これ結構ね、いろんなデッキに使えそうな気はしますけどね、このモンスターね。で、ライトハーティングを、蘇生させますと、これビサマやると墓地から蘇ってくるってことがあるんですね。で、ですね、
これ一旦こっち先行った方がいいかな。でライトハート出していく。なんかね誘発ありそうなんだよね相手、チェーン的に。まあ裏なのか無限保養とかなのか。あーベーラー、あそこなの、マジ。なんか打ってくれたぞスケアクロー、スケアクロー知らんやつか。そのエフェクトベーラーガチで意味ねえぞ。すまん、こいつだったんだ本命はガチめに意味ねえな。そのなんかそのエフェクトベーラーはねほんまに意味ないからね。あドローできちゃう、最強すぎる。ドローランドロックマード来た、強すぎて草。一回ちょっとバロンネス出します。ちなみにあの SR 禁止大会の時はあのドロールは入ってませんでした。あ SR なんでね、はい。前回のレッドリーグっていうあのスポンサーさんがついてくださってる大会が私やってるんですけども、まあ、その大会はあれでした、SR 禁止の今回レギュレーションでやらせてもらったので、SR カードがないんですよ。 SR がないとね結構ね展開がねやっぱ普段と違って結構面白かったですね、普通に見ててね、はい。で、あの SR 禁止の、レギュレーション自体はなんか普通のランクマップ用構築をちょっとカスタムするだけで一応出れるんで、割とみんなデッキ組みやすいと思います結構、はい。でドランシアの効果使いまして、ライトハートを爆破します。でそのノバで耐えます。でこれ楽に開幕みたいなもんですね。で、ライカ出します。でライカちゃんの効果発動して、ドランシアを切りましてドランシアを蘇生、はい。ゲイ、これでまあモンスター1体増えるっていうね。まあこれで結構ね12獅子デッキとかアナコンダとかしたりするんですけど、でタイグリスを出していく。でタイグリスの効果で、自分のドランシアちゃんの下になんか素材を重ねる的な効果ありまして、これでなんか謎のモンスター重ねてシビル2000にターン終了時にはなります。でそしてこれね、ま、アナコンダする必要があんまりないんだよな。持ってんだよな、アナコンダ持ってんだよな。どうしようかな、アナコンダしてもモンスターいて足りねえし、まあ、本来であればこのアナコンダをしに行くんですが、なんかフュージョンデスティに引いちゃってて最強なんで、まあ、こうですかね。もう一体一応モンスターが一体追加できてたら、アナコンダ、マスカレーナみたいな動きはできるんですけど、まあ、ちょっと今回はトラヒハトに頑張ってもらいましょう。で、フュージョンデスティにぶち込みまして、久しぶりにねフュージョンデスティに使ったマジでガッツポーズきた、ガッツポーズきた、めちゃくちゃ久しぶりに使った。これ使うとしますよ。でまあこれでエンドですね、まあ、一応だからでも、無効効果1回と破壊が2回になります、基本的には。で、トライヒハートでなんか、全部モンスターが守備表示になるみたいな感じの効果になってますね一応。で守備表示モンスターが発動し効果を受けないっていう効果が一応あるので、まあ、それがそこそこ強いかなというところなんですが、なんかこれさ冷静に考えてさ、このトライヒハート君ってノワールとかに抜かれないんじゃない、多分流速権限いいでしょ。ノワールとかに、あれノワールって守備表示になるっていう効果は別に受けるよね、あれ発動した効果じゃないもんね、このトライヒハートの守備表示になる。あこれちょっとさすがに言うとドロール&ロックバード発動、さあドロラのロックパーティングの効果になって、てめえはもう手札にカードを加えることができない、つまり関所やら、何やらをシンクロ召喚しようと思っても誰、長々と説明しました、まあ加えられるそうです、まあ、墓穴は一応するからさすがに。でまあちょっとあとはですね、あのデッキが問題なのはちょガンマ入ってるかもしれないんで、ガンマだけケアちょっとしたいっていう話がありあだ関係なかったわ。で、バクや効果、まあモンスター出てくるんだったらガンマケアする必要ない。で竜装権限を見せつけていく、自慢して竜装権限、なるほど、まあ出てきてからでいいんじゃねえか、まあ、とりあえず出させるか。でまあシチューナーが出てきて、まあ、これさすがドランシア、ドラシア君の効果は一応表側のカード割れますよという、効果になってまして、まあ、フリーチェーンでね、なんでこれトークを、まあ、吹き飛ばしておくことによって相手は何もできないと、
いう話が起きる。まあ、通常モンスターやるとなんか転移とかね出てくるかもしれないから、まあ、その辺もケア しつつ、さあだいぶ悩んでおりますね。何もできないんでしょうか。おっと、おなんだそのなんか双剣暗転ですみたいな顔してセットしてんじゃねえぞお前双剣暗転ですみたいな顔してセットしてんなあいつ。まあ、とりあえず、デストロイヤーの効果発動、ゴジラ VS デストロイヤー効果、流走権限かーい流走権限かーい。ではですね、アストラ、OK？ アストラ、一応出すか。ダッシュ外の効果発動して、アストラを、まあ、アストラを、まあ、別に出せるから、これ、普通に特殊がする必要なかったか、あんまり。特殊。で、からの、まあ、デストロイフェニックシング外を爆弾。ガッツポーズ！久しぶりにこのガッツポーズの召喚ムービーめっちゃ見てるやっぱり相変わらずなんだかんだは強いは強い言うてやってることはね、まあちょっと環境的にまあ刺さらない、っていう話はまああるんですけど、ピュアリーとか別に1枚破壊したところ何も起きないとかあるからね。トライハード君の効果によって全部守備表示になっちゃうんで、ですね、バトルフェーズ中にいっぱい攻撃できるモンスターはもういるから、これベロネアしかねえのか。ベロネア特殊、はい、でなんかわかんねえけどライヒハとかが持ってきていいか。でそうですね、デスフェニかな。デスフェニちょっと邪魔だからどいてもらおう。ドランシア、お前邪魔だ、どけドランシア邪魔で、ライヒハート特殊から効果発動して、まあ、これ一応スクラッシュ、スクラッシュ、持ってツインスを早く欲しいですね。でカードを始めて取ろう、かぶった、バトルフェイズで、これで3003連打。おいおいおい、オッケー。これがねスケクシャ来たらまた強くなるんですわ、楽しみですね。うわ、ニビルとかいう最強ガード来ちゃー、ニビロ、これは完全に、これは完全にニビれば多分なんとかなる。あのクシャトレラとかね、なんかそろそろ来るっぽいけどね、あのあれっすよ、まあ、ちょっとこれ墓穴されてからニビルが刺さる説だねえか。普通に増地が通ってしまいました。で核炎流からのカルテシア、オッケー、楽園かな、これね、まあ、クシャトレラでニビルめちゃくちゃ刺さるらしいからね、基本的にはね、うん、だからまあ多分なんかクシャトリラが増えたらもしかしたらニビル増えるかもね。てことはニビルに耐性がないデッキとかは結構きついと思いますね。はい、クシャトリラが環境に上がってきた場合ね、まあちょっとディアブロシスが禁止になっちゃったので、まあちょっとそこが、まあ、どういう影響になるかと言われてますね。なんかそのリペアプランディアブロシスってさ、マジでさ、代用カードないからさ、あのカード、まあ、だからなんか適当ななんかランク7をしてから未来流用するとか、トマホークするとかいろいろリペアプランはあるんですけど、まあ、パーペアスがあるからね、うらら普通に強いな。これも、今何回目だ、1、2、3、やべ、これ4回で終わる、もしかしてこれ4回で終わるんじゃないって、そらいいよ、これ4回目の特殊召喚でミラージード出てきて終了みたいな説あんな。普通に欲張ってもう一回特殊召喚するわけないもんな。ニビルも、増地通ってるし、ニビルもあるし、みたいなところありますからね。多分まあこれ止まっちゃうのかな、と思うんですが。まあこういう時はさ、まあ楽園はそもそもニビルそこまでね、刺さんない展開あるしな。まあただ、正直めちゃくちゃ強い盤面作ろうとすると、ありえないほど特殊召喚するから、まあニビル刺さることはあるかなといったところなんですが。え？ああ、アルビオンか。ああ、なるほどね。で、断罪効果。なるほど。うわ、やべえ、マジで意味ねえ。これ、ウララも打つとこねえ。まあ、打つとこねえか、打つか。じゃあ、なんか、マジで打つとこねえわ、これ。多分。打つとこなさすぎて笑った。で、楽園断罪、いいよ。で、これで、楽園融合だもんね。そうだね。まあ、1枚ドローが、一応なくなっただけっていう、なんか、一番世界一、下手くそなウララの投げ出しましたよね。まあ、ただ、もう投げるタイミングがねえからな。これ次の増殖するじゃんときに取ってたらよかったせいだね、これ。
はい、相手のね、ぶん投げてくれる増殖する G のために取っといた方が良かった説はめっちゃある。だからなんか俺なんで投げたんだろう今もう投げるとこねえなと思って投げたけど、これ無限法要か、さすがに。まあ、一回ちょっとミラジェイドを無効にして、でミラジェイド無効っていうカルテシアが融合されるは別にいいか、まあ、それは別にいいや。でミラジェイドは生きてるとこ着地狩りがマジきついんですよね。ちなみにこのデッキ、あのスキアクローっていうデッキ、着地狩りされた瞬間になんかもうモンスター横に展開できなくて終わるんで、まあ、基本的には着地狩りされたら終わるテーマ、まあ、それをまあ一応スキアクロクシャトリだとかが何来ると一応まあモンスター横に展開していくことができるかもしれないといったところですね。スケアクロクシャトリラもティアラベンツクシャトリラも両方ともねメインフェーズに特殊召喚できるよっていう効果がなぜかついてますんで、まあ、それでなんとかしていくといったところですね。まあ、ミラジェイドの効果は一応無効にはなっているんですが、アルビオンを送る、まあ、意味があるといったところですね。でカルテシア効果、ゾウジー、さあ俺のゾウジーはひたすらに通してもらうぞ。よし、でカルテの融合効果ってこれなんだろう、ミラジェイドプラスカルテシアでスタペリアとかなんですかね。あそうっぽいな。アルベルミラジェイド、あスタペリアね、はい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 、 OK です、 OK でございます。これね、ちなみにこのスキアクロノーマーとかいうカードも単一ないのでめちゃくちゃに強いですね。どっから行こうかな、これベロネアでいいか、ベロネア召喚で、で一応とりあえずライトハート出しに行って、でライトハート効果発動して、なんかここで使ってくれるとかいう奇跡起きるな、起きないかライフォビアサーチをね無効にする無限炎とかエフェクトベアとか、まあ、止まるときやるんだけど、それでだいたい貫通されてるからあんまここじゃなくて、まあ、基本的にはライヒハートに打つのがまあ多分無限砲とか打つんだったらいいか、またはもうずっとガメるっていう、トライヒハートくらいまでガメるみたいな説もあるね。アナコンダとかスキアクローはね、まあ、これはとりあえずノーバか。守備表示モンスターが一応3枚いるとワンドローが入るんですよね。おまけ効果で何かの間違いでライヒハートがスルーされた場合に一応ワンドロー入るから、まあ、これ多分こうした方がよくて、で守備表示モンスターがフィールド上に3枚3体以上存在するので、サーチ&まあ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 ここはまあそうだよね、はい、ここはもう無効にしてくれる、まあ、これは普通に展開が伸びちゃうので、まあ、ここ無効にするのは多分ねやった方がいいですね。で、ライフォビアの効果によって相手のドラゴンサピラクも爆破していく、でアルベル、はいどうぞ、まあ、いくらでも、そんなアルベルはどうでもいいです、効果無効だったことって別にもう関係ありません、はい、多いです。どうしようかな、トライヒハート出したら勝ちか、なんか勝てそうな気がすんな。あいつ守力ゼロだな、あいつ守力ゼロだぞ、貫通させんじゃねえこれ、いけスキアクロートライヒハート、かっけ、よし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 、いいぞ、やつの守備力がゼロだ、やつの守備力がゼロ、つまり貫通させれば3000ポイント以上の大ダメージが期待できるっていう寸法よ、はっはっは。アストラで、これでアストラで連続攻撃能力も付与していくぞ、ほいほいほい、さらにノーバちゃんの効果を発動して守備表示スキアクローモンスターを増量させていくぜ。さあライヒハートが特殊召喚、足りてるこれ、3000、2000、3000、3000、2000、ちょうどじゃね、お釣りなしだ、うますぎ遊戯王、遊戯王うますぎて草、うわーサンダー、マジでスキアクロックシャトリラめっちゃ楽しみだな。あ、展開によってんな、これまあ先行だったら強かったなと思うが、めちゃくちゃな量のあのスキアクローモンスターが並べられそうなんで、まあ多分普通にこれアナコンダマスカレーナみたいな感じでできたと思うんだけど、出た、ギルスさんじゃないですか、
先生、制限解除おめでとうございます。もう3枚使えるようになったと聞きましたけども、私、そのモンスター。やばいですね。あー、出た、トークンが生まれたであります。強すぎであります、この効果。やはり、縦列を作ったであります。ギルス先生、いやーいいっすね。これあれですか、ジャックナイト、あ、ジャックナイトや、マジモンのジャックナイト来た。希少価値が高いぞこれ、マジモンのジャックナイト、早急のジャックナイト。なるほど、どういう展開をしてくるやつだこれは。あれか、あのトラップカードをめっちゃ構えてくるやつか。なんかね、あの結構ジャックナイトの魔法トラップってめっちゃ強いんだよね実は。なんかそのジャックライス同じ縦列のモンスターの効果全部無効化するとか、なんかその縦列の魔法カード全部無効化するとか、縦列のトラップ全部無効化するとか、そういうカードがあるんですよ。だからまあ一応理論上全縦列にジャックライスを配置して、その何カードを配置できた場合、ほんとあのこっちのカード全部無効化できるっていうね、まあ、最強の動きがあるんですけど。リーブ来た、聖剣士リーブ21来た。もう悩み無用あなたの神器、あ、それあれか、これリーブ21じゃねえか、あ、リーブ21か。きっと生えてくる生物をするもいいでしょう。さあ、なかなかに強力なムーブメントを、起こしているところは、うわ出た、やっつえ師匠、強すぎる。俺さ、これちょっとやっぱそうだよね。え、なんかこいつやばいことしようとしてない？なんかジャックライズだとか言ってなんか興奮してたらさ、いやこれもしかして、もしかしたらけど、もしかしたらけど、手札とエクストラデッキ全部破壊しようとしてるんじゃないの、じゃないこれ。これもしかしたらけど、これドブロックムーブかまされる、え、これ待って、やばいかもしれない本当に。生物の傷跡とかいうね、激エバカードのね、皆さん効果ご存知ですか。まあ、これこの間ね動画にしたことあるんで、ちょっと見ていただいた方ももしかしたらいるかもしれないんですけど、まあ、アストラム君出てくるよね。あ、イケメン来た、遊戯王史上最強のイケメンで傷跡の効果。やばいことしてるって。あー、自分の地を呼ぶ、自分のフィールドの表側表示のモンスターの中からジャックライツモンスター8種類を1枚ずつゲームから除外し、空いてるのはエクストラデッキのカードを全て持ち、強すぎ。強すぎなんだけど、強すぎた原爆なんだけど、やばい、ビサマ来たところでなんだよなこれ、ビサマ来たところで。エクストラデッキ15枚傍聴が何もできないって、なんか傷跡種類だけ多くしたら何やってもいいと思ってるの、マジキモいよなこのカード。これ手札2枚とかから確定するのやばくない？